よろしくお願いします。偶数は何の倍数？偶数は2倍。うん、だから2倍だね。2倍ってことは偶数の偶数は2の倍数だよね。ってことはこいつってさ、例えば 2x とかって表せない？2の倍数って 2x とかって言われたら、3の倍数だったら 3x とかって書くけど、だから偶数って 2x って表せるわけよ。じゃあ奇数はっていう。3倍じゃない 2x 使って 2x プラス1、うん、なプラマイどっちでもいいんですよ。なんでって偶数奇数偶数奇数の順番であるんだからさ、偶数の1個前か1個後でね、奇数って。だから今回奇数どっちでいこうか。真ん中に x プラス1でいこうか。 2x プラス1って置いたら小が 2x マイナス 1？ マイナス1、そうね、奇数だとね、2つずれるんだよね。じゃあでかいのって2じゃん。2マイナス2マイナス2じゃない、3。だから今回はこの3つで考えるよ。正の奇数だから今それは正の奇数は今こう文字で置いたやん。だからそのまずその丸までは今終わった。じゃあ次見るのは和まで。なんとか和。最小の数の平方と最大の数の平方の和。和、そう、そこまででいいか。一つずつやってみな。x-1 との。の。2乗。そう、x-1 の2乗だよね。あとは最大の数の平方って言っとる。2x+3+3 の2乗のイコールの和は何？足し算。何と何を足すの？そう。それとそれ足す。最小の数の平方と最大の数の平方を足すんだ。は？まあ、真ん中の数の16より小さい方かける16の引く6。おお、いいね。何かける16？何かける？ x プラス1。プラス1。真ん中つけたね。2x プラス1の16倍。より6ちっちゃいだからね、フロムで受けるフロムで。いいじゃん。あと計算するだけ。3と0。そう、0。どっち？3。わかった。で、x に入れる。x に入れる。5、7っていう。